9つも離れた君との恋はクイズみたいで難しくて一体こんな長文をどんな顔で売ってくれたんだろうって。でも一生いる時間きっとだなって2年前からなんとなく分かってた。君は俺に何考えてるか分かんないって言うけど、俺は君が何を考えてるか分からなかったよ。好きとか言うくせに俺のことを苦手そう。話聞いてくれてありがとうって言ってくれた新宿。遅くに行ってごめん、これからは早く寝て。 超楽しかったよ、これからは素敵な人と幸せになってね。 I'm for you 俺こそ会うのは遠慮する。でもこんな長文初めて売ってくれて嬉しい。9つも離れた君との恋はクイズみたいで難しくて、お互いを互いをときあうように会話をしたね。他のカップルの話した時も僕らの一体こんな長文をどんな顔で打ったのかなんて。でもきっと遊びなんだろうなって最初から分かってた。あなたは私に何考えてるか分かんないって言うけど、私はあなたが何考えてるか分かってた。一番分からなかったこと、好きとか言ってくれない、どこ一番悲しかったこと、バイバイした後一人の新宿、ために嬉しかったこと、ニュースで見られたの活躍、この間のこと遅くまでありがとう、次は朝までいて。嬉しかったよ、これからは好きな人と幸せになってね。 9つも離れた君との恋はクイズみたいで難しくて、お互いを互いを解き合うように会話をしたね。他のカップルの話した時も僕らの答えを埋めてるみたいで、心拍数は上がってたよだけどね。 会わないから、できれば最後は LINE じゃなくて直で話したかった。すごい時、すごいことだけ言って、泣いてた理由も俺には分からない。いや違う、分かってんのに分かってないふりでしょ。私はバカでも嘘つかない、まっすぐな元彼に逃げたの。昔好きでした、前は彼女になりたかった、とか泣いてくれたことあったね。あの日抱きしめてくれた意味がやっと分かった。過ごした時間は割り切った関係って全てそれる。それでもこの関係を後ろめたことは一度もなくない。 普通の日常戻ってるから、それともこの先も少しは思い出したりしてくれるだろうか。嫌な気持ちにさせてごめんね。でも嫌な気持ちになってくれたなら、愛情はあったってことだよ。9つも離れた君